公聴会でウェルチを問責するマッカーシーこの一部始終はテレビで全米に中継された。マッカーシズムとは1950年代にアメリカ合衆国で発生した反共産主義に基づく社会運動、政治的運動。アメリカ合衆国上院議員のジョセフ・マッカーシーによる告発をきっかけとして共産主義者であるとの批判を受けた。 アメリカ合衆国連邦政府職員、マスメディアやアメリカ映画の関係者などが攻撃された。アメリカ合衆国では、第一次世界大戦が終結した後、10月革命を経たロシアに、ソビエト連邦が誕生した後、ボリシェビキ、アナーキズムに対する警戒心が高まった。競争の20年代とも呼ばれた1920年代のアメリカ合衆国では、 無実のイタリア系移民のアナーキストを当局が処刑したサッコ・バンゼッティ事件が発生している。イズ・ディス・テモローと題され共産主義家のアメリカが直面するであろう恐怖を訴えるマッカーシズム・前後1947年のアメリカ合衆国のパンフレット。ファシスタ・イタリア、ナチス・ドイツなど。 ファシズム国家がヨーロッパに台頭した1930年代から1940年代初めになると反ファシストを旗印に掲げるアメリカ共産党が労働運動に浸透し小規模ながら一定の支持を獲得していた1932年のボーナスアーミーに対するようにこれらの社会主義共産主義運動は政府の監視を受けていたが 第二次世界大戦中は連合国の一国として、同盟関係にあったソビエト連邦との協調が優先され、表だった弾圧は行われなかった。1945年に第二次世界大戦が終結すると、アメリカ合衆国とソビエト連邦との潜在的な対立が直ちに表面化した。中華民国の第二次国境内戦に勝利した。 中国共産党によって1949年10月1日に中華人民共和国が成立したこと、1949年のソビエト連邦による核実験の成功、1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争などが原因でアメリカ国内では共産主義への脅威論が高まっていた。1945年には戦時中に ニューヨークでソ連のためにスパイ活動を行っていたエリザベス・ベントリーが FBI に軍需生産委員会で働いていた経済学者ネイサン・シルバーマスターや財務次官補のハリー・ホワイトなどのスパイ行為を暴露した。ホワイトは1948年に会員の会員非米活動委員会でスパイ行為を否定した数日後に自殺した。また、 ジョン・カーター・ヴィンセントら日中戦争期に中華民国内の中国国民党よりも中国共産党を評価していたチャイナ・ハンズと呼ばれる外交官が告発され免職された。1947年には非米活動委員会でハリウッドにおけるアメリカ共産党の活動が調べられた。チャーリー・チャップリン、ジョン・ヒューストン、ウィリアム・ワイラーなども対象となり、 委員会への召喚や証言を拒否した10人の映画産業関係者は、議会侮辱罪で訴追され有罪判決を受け、業界から追放された。グレゴリー・ペック、ジュディ・ガーランド、ヘンリー・フォンダ、ハンフリー・ボガート、ローレン・バコール、ダニー・ケイ、カーク・ダグラス、バート・ランカスター、ベニー・グッドマン、キャサリン・ヘプバーン、ジーン・ケリー、ビリー・ワイルダー、フランク・シナトラなどが、 反対運動を行った。ペックは、リベラルの代表格だった。一方で、政治家のリチャード・ニックソンや、映画業界人のロナルド・レーガン、ウォルト・ディズニー、ゲイリー・クーパー、ロバート・テイラー、エリア・カザンラは告発者として協力した。また、ジョン・ウェイン、クラーク・ゲーブル、セシル・ビー・デ・ミルラも赤狩りを支持した。マッカーシズムの名祖となった、共和党のジョセフ・マッカーシー上院議員。 アメリカ対日協議会の発足した1948年には国務省職員のアルジャーヒスがアメリカ共産党員でソ連のグルーのスパイであったウィテカーチャンバーズからヒス自身もスパイであったと告発を受けたヒスは非米活動委員会で以前にスパイ行為を否定していたため偽義罪で訴追され1950年に有罪判決を受けたソ連は対戦中から アメリカ国内に、情報網を構築しており、原爆開発の情報などを入手していた。同1950年には、ドイツ出身のイギリス人でありマンハッタン計画に、参加していた、物理学者、クラウス・フックスや、ジュリアス・ローゼンバーグとエセル・グリーングラス、ローゼンバーグの夫妻による、スパイ行為も発覚した。ウィスコンシン州選出の共和党上院議員であった、マッカーシーは、 1950年2月9日のリンカーン記念日にウェストバージニア州ウィーリングの共和党女性クラブにおける講演において国務省にいる共産主義者のリストを持っていると述べ国務省に所属し今もなお勤務し政策を形成している250人の共産党党員のリストをここに持っていると発言したこの発言はメディアの関心を集めた マッカーシズムという言葉が初めて用いられたのはワシントンポストの1950年3月29日付のハーブロックの風刺漫画においてである。これをきっかけとしてアメリカ国内の様々な組織において共産主義者の摘発が行われた。議会において中心となったのは1938年にアメリカ合衆国会員で設立された。 非米活動委員会である。マッカーシズムを批判したジャーナリスト、エドワード・アール・マロー。マッカーシー上院議員は、その告発対象を、アメリカ陸軍やマスコミ関係者、ハリウッドの映画俳優など、アメリカ映画関係者や学者にまで広げた。マッカーシーやその右腕となった、当時の若手弁護士だった、ロイ・コーンなどによる、共産主義者リストの提出に代表されるような、 様々な偽証や、事実の歪曲や、自白や協力者の告発、密告の強要を強いた。ロイ・コーンは後に第45代大統領となる、ドナルド・トランプの弁護士になったり、弁護士資格を失ったりしている。マッカーシズムは、共和党だけでなく、民主党の一部の議員からも支持を集めていた。後の1961年に大統領に、就任する。 民主党上院議員上に F ・ケネディもマッカーシーの支持者であり、後にマッカーシーに対する問責決議案が提出された際には入院を理由として投票を棄権している。マッカーシー上院議員が告発の対象をアメリカ軍内部にまで広げ、軍幹部が問題に及び腰であると批判したことは軍からの強い反発を招いた。 1954年3月9日には、ジャーナリストのエドワード・アル・マローが、自身がホストを務めるドキュメンタリー番組、シー・イット・ナウの特別番組内で、マッカーシー批判を行ったことも、マッカーシーへの批判が浮上するきっかけとなった。1954年8月24日に、共産党統制法が成立し、アメリカ共産党が非合法化される。 フォーク歌手のウディガスリーやピート・シーガーはアメリカ共産党の党員だった。黒人運動家のデュボイスは亡くなる直前に共産党に入党した。1954年12月2日に上院は賛成67、反対22でジョセフ・マッカーシーが上院に不名誉と不評判をもたらすよう行動したとして検跡決議を可決した。 公民権運動については、リベラルな推進者だったジョン・エフ・ケネディにおいても、この建築決議には強く反対していた。弟のロバート・ケネディも、マッカーシーと親しかった。マッカーシズムの時代は、後に映画化された。その他、マッカーシズムや赤狩りを題材とした作品としては、以下が挙げられる。ありがとうございます。